カルボピーです。ワールドオブタンクス動画、パート6になります。前回、大層なオープニングを作ったと言いましたが、少し作り直しました。と言っても、誤差の範囲です。しかも、今回も中身は通常運転です。前回のチトで、新兵だということに対する皆様の不信というものは、一度解消されたと私は考えております。しかしながら、生放送でギア8を乗り回していたら、どこが新兵なんだと新たにご指摘を受けました。それについても、新兵に対する、叱咤激励と受け止めまして、今回、日本ギア8抽選者、STA2 で出撃したいと思います。マップは湿地。通常戦です。STA2 は、ギア8課金戦車で、スパパや FCM50T と同じように、マッチング優遇がついています。なので、上限はギア9までとしかマッチングしません。しかし、日本戦車特有のペラペラ走行は変わらず、通常弾の貫通も少し心もとないです。ですが、金弾はヒートなので、ギア9の重戦車相手にも、シルバーやゴールドには糸目をつけないというような戦い方ならば、困ることはありません。そしてまたしても、搭乗員に6冠のついてないやつを乗せてきています。初動は、一気に D の4、5、あたりに張り付きたいと思います。そこに張り付き、ハルダウンでスポットしつつ、味方にどんどこ打ってもらいましょう。STA2 は、重戦車にしては速力はない方なので、少し、見つかってしまわないかビビってます。まあ、見つかっても六冠がないので、見つかったと分かった時にはもう撃たれてますけどね。どうやら、こちらを観測しに来たのは、パーシングと VK だけのようです。ここの辺りは、敵時双方の車線が通っているはずなので、できるだけ早く、お城の陰に入りたいです。VK を、味方の時双方が粉々に突き飛ばしてくれたので、とりあえずパーシングをこちらに引き込みつつ、味方の車線を通したいですね。私の思惑がピタリと当てはまる戦況。味方が優秀です。私のやりたいことを先読みしているようです。少し恐怖すら感じます。観測してくるような戦車はいなくなったので、今度はこちらが向こう側を観測する番です。東側に味方がいないので、注意しながら向こう側を見てみましょう。こんにちは。敵時双方は見つけられませんでしたが、味方の時双方ならば、すぐに見つけ出した敵を投げ払ってくれることでしょう。こんにちは。味方の軽戦車が、応援にやってきてくれたのはいいのですが、お城東側の敵を、ゾロゾロと連れてこないか、少し心配です。エリアを警戒せよ。こんにちは。なかなか見えません。だからといってここで T150 お家に行けば、私が先ほどの VK やパーシングのようになってしまいます。ここは我慢。やはり軽戦車を追いかけてきたマザーランド、こっちに逃げてくるのだ。射撃準備は整っている。ここで、上から T150 に詰められれば、私は終わり。ですが、どうやら T150 も、むやみに出ればやられるというのを、分かっているようです。よし、我々が
マザーランドとボックスタンクを連続で撃破。私の仕事はこれで終わりです。お疲れ様でした。こんにちは。あそこにいるぞ。西側の味方が優秀だったのか、前方は極めて優勢です。敵戦車、損傷。よそ見をしていたプロトに一発、自走砲も見えたので、先に自走砲を撃てばよかったですかね。消えちゃった。ダメージをもらうことを覚悟で、この稜線を越えるべきか少し迷っています。カルボピークオリティ。射撃用意完了。自走砲は諦め、東側の影にいる重戦車と、あとはリスポン位置の奥に引きこもってしまったプロトに方針を向けます。戦況はだいぶ一方的。悲しいかな、これが戦争というものなのです。当たったぞ。残りはミーハチプロと、最後の一両になろうとも絶対に手を抜かない。それがカルボオンデマンドのモットーです。あ、言っておきますが、手を抜かないのと腕がないのは別問題です。やる気だけはありますが、それに腕がついてきていないだけなのです。最後の一両も手を抜かずにヒートを込めたままです。敬意を払い、車両に乗っている搭乗員たちも目に涙をためながらプロトを捕捉し、ヒートガンを込めていることでしょう。さようなら、また会う日まで。やったぞ。戦績はこんな感じ。ダメージはそれなりに取れ、自走砲のおかげさまでアシストも結構いただきました。なんとかこれで1バッジをゲット。1優等を持っていますが、2優等までの道のりはまだ遠いです。今回は、STA2 でお送りしました。ラストにはやはり、あの長いエンディングが待っています。それが本編と言っても、過言ではありません。それでは、ご視聴、ありがとうございました。気づいたか。